こんにちは、星野あすかでーす。今回、日曜日、趣味系ということでして、今回のテーマ、じゃじゃーん。今、可愛いお洋服を着ておりますが、ザラを使った1週間ガーリーコーデということで、ザラを使いまして、私の私物と組み合わせてザラコーデをしたいと思います。1週間あるので、7コーデ全部であります。なのでちょっと一つずつご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツザラでは、まず1日目のコーディネートです。こちらまずね、襟付きの黒ワンピース。こちらザラのものになります。まず、このね、なんといってもポイントが、この大きな襟が特徴となっています。あとは、私の持っている今回カバンは、メゾンドフルールの、リボンリュックです。こちら、前以前アスチャンネルでもご紹介させていただきました。メゾンドフルールさんのリュックを合わせています。そして足元なんですけれども、こちらはねちょっと黒いシューズになっています。こちらはみゆみゆのブランドになってます。ちょっと大人な感じの靴なので、今回ちょっとこう襟元がとても可愛いガーリーコーデになっているので、靴はちょっと大人な感じで、そしてリボンリュックはちょっと色はネイビーで合わせてみました。では2日目のコーディネートです。こちらザラの、ちょっと革風なね、あのロングワンピース、中の本当は袖が半袖になっていて、実はちょっとここの襟が特徴的なワンピースです。あの1枚でもねもちろん着ていただいてもいいんですけれども、秋になってくるとちょっと肌寒くなると思うので、今回はこの私がちょっと持っている私物の、カーディガンを、ちょっとレースカーディガンを合わせてみました。こちらはちょっとね刺繍が入っていて、この下のはザラのワンピースが黒いので、そのままちょっと透けてる感じがすごくおしゃれになっているかと思います。あとカバンなんですけれども、こちらは雑誌の付録のマーキュリーデュオのちょっとチェーンバッグを合わせてみました。この中にもねちょっと携帯とか、あの小さなお財布、スマホとかは入ると思います。あと最後に今日の靴なんですけれども、こちらはみゆみゆさんのフラットシューズになっています。こちらこのまま履いてももちろんシンプルですし、あの合わせやすいんですけれども、リボンをつけたりとかも取り外しができる靴になってます。ザラのワンピースをこのようにコーディネートしてみました。では3日目のコーディネートです。こちらのセーター、ちょっとねフリルがついているパール付きのセーター、こちらザラになります。こちらに私がちょっと持っている青チェックのちょっと膝丈スカート、これ実は下ワンピースなんですね、つながっていまして、ワンピースの上にこのセーターをちょっと合わせてみました。カバンはちょっと薄いピンク系のジルバイジルスチュアートさんのちょっと上品なカバンを合わせてみました。そして足元なんですけれども、靴はちょっとやっぱり秋に向けてということで、こちらみゆみゆさんのビジュー付きの、パンプスになります。ちょっとね上品な大人ガーリーコーディネートとなっています。では4日目のコーディネートです。今回のザラの商品は1日目に実は着ていた襟付き黒ワンピース、そちらを襟を実はこれ中に入れています。
ってちょっと1枚黒いワンピースになるので、その上にちょっとジル・スチュアートの、ラベンダーカラーのストールを合わせてみました。あのシンプルなこう黒ワンピースになるとこういうストールの可愛らしさが映えたりするなっていうふうに思いまして、こちらを合わせてみました。そしてカバンは、ちょっと可愛らしいんですけれども、メゾン・ド・フルールの、フリルバッグをちょっと合わせています。で足元は3日目にも合わせたみゆみゆさんのビジューの靴を合わせてみました。では5日目のコーディネートはちょっとね、もう甘め可愛いガーリーコーデということでして、今回は上も下もザラになっています。このファッションの特徴はこの襟のついた上のピンクのカーディガンのこのボタンの美中ではないでしょうか。ちょっとねすごく可愛い甘めのセーターカーディガンなので、下にね可愛い甘めのセーターに合いそうな茶色系のミニスカートをちょっと合わせてみました。足元は、みゆみゆさんのフラットシューズで、こちらのちょっと靴はリボンが2種類ありまして、銀ガムチェックと黒リボンが取り付けできるような靴になっています。なのでちょっとポイントとして片足だけちょっと黒いリボンを結んでみました。そしてカバンはメゾン・ド・フルーさんのフリルバッグを合わせてみました。ザ・甘めコーディネートとなっています。では6日目のコーディネートです。こちらは、2日目に紹介した黒の、ロングワンピースと3日目に紹介した、白のパールセーターをちょっと両方合わせて重ね着してみました。両方合わせてザラコーデになっています。カバンはロンシャンのピンクのこちらリュックを合わせてみました。ちょっとね少しカジュアルっぽくリュックをつけてしてみました。靴はみゆみゆの黒のシューズを合わせてみました。ガーリーカジュアルって言ったらいいんですかね。はい、では7日目最終日のコーディネートです。こちらは、5日目の日に紹介した、ピンクのビジューがついている、カーディガンを合わせてみました。そして、私が持っている、ちょっと黒のロングスカートを合わせて、少しちょっと上が甘めのザラのお洋服なので、下はちょっと、大人な感じで合わせてみました。ちょっと大人のスカートに可愛らしいのをプラスしてガーリーコーデをやってみました。靴はみゆみゆさんのフラットシューズです。そしてカバンの方が1日目にご紹介させていただきましたメゾン・ド・フルールさんの、リボンリュックになります。はい、こちらをちょっと合わせてみました。いかがだったでしょうか。1週間のザラガーリーコーデということでした。私は1番と決めていただくとしたら水曜日のパールセーターと青チェックのスカートがすごくちょっと大人な上品コーデになっていて可愛いかなというふうに思いました。それでは最後に私の人生の座右の銘は、人に優しくすること、人を幸せにすること、そしてこのザラコーディネートで皆さんに奇跡をお配りすることです。いいなと思っていただいたらチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そしてグッドボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバーイ。